はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムエコーズ続きをやっていきたいと思います。盗賊の森で、盗賊を倒して、まあ、なんか連れ去られた人がいると言っているので、上の盗賊の祠ですね、こちらに入っていきましょう。盗賊の祠、自然にできた洞窟に手を加え、女神ミラを祀るための祠として使われていた場所、近年は盗賊のたまり場になってしまっていると。祠に入りますか。はい。なんだ？なんだ？なんだって言ってるし。勘弁してくれ。俺はただの見張りだよ。盗賊は逃げていった。え？何すんのこれ？探索開始。え？編成とか？編成って別にするほどじゃないよね。まあいいよ、探索開始しよう。敵がどこに潜んでいるかわからないな。慎重に進もう。ダンジョン内ではアルムを操作する。はあ。敵と接触すると戦闘に入る。危険を感じたらメニューから離脱を選ぶ。ああ違う違う、これは別だ。盗賊の祠。え、なんかこれ動くんだ自分で。攻撃できるし。洞窟の中に充満するものはうごめく人の気配とカビの匂いだ。女神を祀るために作られたこの場所も今ではすっかり盗賊たちの居心地のいいねぐらになってしまっているようだ。無双だね。ほらっ、で切ったけどさ、あ、敵のヒットポイントがちょっと減ってる。さてさてさて、あ、こうやって戦闘になっていくんだね。まあいいや、敵は少ないから突っ込んでこう。雑魚か。よし、レベルアップ。強くなったのを実感するな。うん、まあ3つ上がればいいのかな。ちょっとレベル1のやつ届かない。まあさすがに、あ、そうか。でもこれあれか、体力減ったらさ、次も体力減ったまんまになってんのかな。ちょっとここで待機して、村人くんだよ、やっぱり村人くん。よっしゃ、任せろ。こいつにしか攻撃できないのか。ルカで一旦左のやつを攻撃しよう。ついている人いうのがあるのですね。え、2つしか上がってないのに。ロビンでいけるかな。うん、大丈夫だね、倒そう。4か、それなりに食らうな。一応近づくか。こいつはもう5レベルあるからね、別にいいっちゃいいんだよな。きたー、やっぱり弱いやつを狙ってくるな。ぐおー、でも倒せた。よしよしよし。なんかプヨーンってなるけどさ、あれ何なの。ここではレベルが上がらないね、やっぱり99で止まるから。それはじゃあ次倒していかないともったいないってことか。こういうのって壊せないか。樽とか壊せんのかな。え、壊せる。飲みかけのエールを拾う。飲みかけなのかよ。やだなぁ。じゃあこういうのはどんどん破壊していこう。おらおらおら。一回でさ、おわ、敵が襲ってきた。あれ、ヒットポイント回復はしてるのか、一回ごとに。僕に任せて。ちょっとこいつ前線に出そう。じゃあで、あとは一応こいつも前に出して壁役で、その後ろからついていくと。で、相手の行動範囲があるからそれを見てなかったな。あれ、ここのところまで攻撃してくるってこと。
痛いぜ。銃か、銃はそれなりだな。8、倒せるかな、微妙だよな。まあそりゃこいつらだったら倒せるだろうけどさ。エフィ倒せるか。とどめを刺す。おお、だいぶ経験値上がるね。うん、お見事。あ、そうか、あと経験値が今いくつなのかっていうのはわからん、わからんが倒せる。10くらいだったら倒せんのか、ギリギリだな。何度やっても同じだよ。わ、99とか、これはもったいないな。これだってレベル上がんないでしょ。僕たちの敵じゃなかったね。エフィ、クリフ、グレイ、ロビン、こいつらが敵を倒していかないとちょっとあれ、ん？疲労、ダンジョンの戦闘では疲労が蓄積する、能力が低下するので離脱させるのも手だ。疲労を回復させるな食料アイテムを使用するか、ミラ、心臓、ん？え？お供えをしよう。お供えをすんの？なるほど。ん？イニシエの銀貨。はあ、ははあ、こういうのは？人参。こいつらここで食物を栽培してたのか。宝箱があるね。お、鉄の剣。え、鉄の剣とかさ、今のところなんかちょっと弱いやつに装備させたいんだけどな。来た、どこにいる、ちょ待って、どこにいる、攻撃できた。敵は3体かてか鉄の剣装備してねえし。僕に任せて。そうだな、とりあえずこいつは攻撃できそうだからな。さてさてさて、ちょっと待ってね。号令じゃない、これは関係ないから。いや今ね経験値、ああ、あったあったあった、見れるよ。58だこいつは。でこいつは99だから倒そう。よーし、レベルアップ。ヒットポイントだけか。クラスチェンジする資格を得ました。マジで村人からようやく解放されるのか。あとこいつらどこまで進めるかな。ちょっと待って、やっぱり弓的なやつが欲しいな。攻撃すればとりあえずレベルは上がるけど、こいつは攻撃できないからな、そもそも。攻撃するとなんかな、反撃を食らいそうだしな。でこいつはもう攻撃すれば経験値がたまるから、とりあえずレベルアップと。おー、いいね。強い男っていいだろう。おー、いいよいいよ、すごいよ。こいつ狙いか。俺だってできるんだよ。よしよしよし、ただ経験値稼ぎにはなるな。9は大丈夫だよね。よし、私強いのかな。いいねいいねいいね。強くなるのは嬉しいけど複雑だわ。クラスチェンジレベル3かな。そうするとやったぜ、完勝だな。で鉄の剣、鉄の剣をどうしようか。身支度アルーム、でも攻撃力そんなに突出して強いわけじゃないのか。基本10か11だもんね。まあせっかくだからアルームに装備させるか。鉄の剣交換。え、何交換って。ちょっと待って、鉄の剣を持ってることになっちゃったけど。
これ、ね、どうやって装備すんの？え、身支度から装備するんじゃないのこれ。持ち物を整理します。え、どういうことよ。お任せ。鉄の剣になったけどさ、え、これで装備してるってこと？ちょ、いまいち分からんけど、まあいいや。指南書とかにそういうのあんまり書いてなかったからな。説明書は見てないけど、指南書はな、見たんだよな。金みたいなのいっぱい手に入るな。ああ、これで一応正面を向けるのか。ダッシュ的なのはもうすでに走ってるからないのかな。こういうのは全部破壊していこう。これはエール。こういう荷車は破壊できないのか。ツタとか登れないよね別に。破壊できるんだか破壊できないんだかよくわかんない。ん？なんかあった？全然違うか。模様か、ただの。で、奥へ進んでいこう。なんかいる。なんだてめえら、これからお楽しみだってのに野暮な真似しやがって。おいお前ら、とっとと片付けちまいな。いっぱいいるわ。あ、鉄の剣になってる。僕に任せて。ちょっと待って、これ弓マンがいるね。弓マンが。まずこれを出そう。で、ギリギリのところに行くか。じゃあやっぱりこの2人を前線に出そう。いつでもどうぞ。あとはまとまってくっついていくと、ま、今はまとまるデメリットはないからね。集中して攻撃を食らうとかそういうのは。よし、じゃあこいつをまず裏から攻撃をすると。で、あとは経験値99のやつが確かいた気がするんだけど、いなかったっけ。あ、いないか。あ、いる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 。クリフどうしようかな。こっちとりあえず攻撃をして、レベルを上げよう。もういいね。今日は頭が冴えてるんだ。さすがだ。で、こいつも3レベルで、基本みんな3レベルになったね。ルカはまあもともとソルジャーだけど。で、こいつをこっちに派遣してぶっ倒す。いくらソルジャーとはいえ、うわ、倒せなかったか。で、どうしようかな。左側の盗賊を、グレイはこれ上を倒そう。2人ずつ分けていくか。ロビン、でもこれ1人しか攻撃できないな。まあしょうがない。お、必殺が出た。ほら、なんかいい気分だな。そこまで大きくは上がらないからな。レベルアップでも全部が1上がるとかっていうのは相当珍しいからな。来たねー。まずこいつぶっ倒そう。う、2ダメージとはいえ、あれこいつ、おかしらじゃん。正義の味方気取りか。うっとうしいんだよ。そんなに強くはない。むしろなんかむしろさ普通に倒したんだけど。お、ラムのブドウ酒。え、あ、道具袋に送るのか。びっくりした。戦闘終了になったし楽勝だったな。楽勝だったね、確かに。調べよう。まずは
あれ、いなくなってる。調べたかったのに。マナの草。ミラ心臓。他はないかな。ミラっていうのがあるね。会話。倒れている少女。おい、大丈夫か。しっかりしろ。あなたは誰です。私は一体。君は盗賊に捕まってこのアジトに捕らえられていたんだ。でももう大丈夫だよ。盗賊たちはみんな僕らがやっつけたから。そうだったのですか。私盗賊に囲まれて気を失ってしまって。助けてくださってありがとうございます。君、名前は。はい、シルクと申します。ここから遥か東ノーバ島の修道院から参りました。それでシルクさんよ、あんた一体何の用があってそんな遠くからわざわざ来たんだ。そうです、私には大切な使命があるのです。ダムの村のマイセン様にお会いしなければ。うちのじいさんに。マイセンは僕の祖父なんだ。え、ではあなたがマイセン様のお孫さんなのですか。その左手のあざは。ああ、これかい。珍しいだろう、生まれつきなんだ。昔同じようなあざがある女の子が村にいたんだよ。そうですか。あなたが。お、どうしたんだいシルク。アルム様、あなたにお渡ししたいものがあります。どうぞこれをお受け取りください。え、これは。ミラの歯車。第一母神ミラ様のお力を封じ込めた宝具です。きっとアルム様のお役に立ちますよ。でもいいのかい。これはじいさんに渡すものじゃ。いいえ、あなたがお使いください。アルム様はすでに村を出て旅をされているのでしょう。これはあなたにこそ必要なものなのです。そうなのか。じゃあありがたく受け取るよ。これはどうやって使うんだい。ミラの歯車はこちらの石で使えるものではありません。使うべき時が来たら歯車が教えてくれます。え、歯車が。それはどういう。早速ミラ様があなたに何か伝えたいようですよ。歯車が光ってる。これは。ここはどこだ。あれはソフィア城。じゃあここがソフィアだというのか。一体どうした。なぜこんなことに。アルム様、何が見えました。今頭の中に。シルク、これは一体。落ち着いてください。アルム様、それは現実ではありません。ですがこれから起こり得ること、あるいはかつて起こったこと、それらをミラ様のお力を通じて見ることができるのです。今見た光景がこれから起こると。まだ決まったわけではありません。もし不吉なものを見たのであれば、そうならないように努めよと。それがきっとミラ様のおぼし召しなのです。ミラの歯車を手に入れた。アルム様、私はここにたどり着くまでソフィアの光輩を見てきました。神の恵みも導いてくれるはずの王も失い、人々は皆途方に暮れています。こんなありさまを放ってはおけません。どうか私もアルム様と共に行かせてください。シルクを仲間にしますか。まあしとこう。
あとはなんかミラっていうのがあるね。メニュー。いつものメニューか。おー、鉄の剣がな、一マス使うっていうのがね、ちょっとあれなんだよな。いや、ミラ。よく来ましたね、運命の子。我はミラのしもべ。我が主ミラの命により、資格ある者にふさわしい力を授けましょう。お、クラスチェンジ。一定のレベルに達した者は新たな兵士になることができる。あ、これはあれか、説明が単にクラスチェンジのところに行っただけか。なるほどね。まあ、疲労を回復する必要はないよね。歯車があんじゃん。いや、ちょっと先にクラスチェンジを行おう。村人グレイ、ソシアルナイト、ソルジャー、傭兵、アーチャーがいる。アーチャーが、魔導士もいるね。なんかいろんなのやりたいな。で、そうすると、まあ見た目で選ぼう。クリフは、魔法っぽいね。あ、でもエフィ。あ、シスターっていうのもあんね。じゃあちょっとクリフ。クリフは、魔導士にしよう。ヒットポイントがめちゃくちゃ増えるな。魔導士って。まあ、その代わり他のが全然増えないけどね。じゃあ魔導士にして。てか魔導士用の装備とかさ、あんのかな？アーチャーとかって弓持ってんの？ちょっとワクワクするね。ファイヤー、まあ、とりあえず魔法は使えると。よしよしよし。じゃあエフィはシスターに。てかさ、シスターってあいつシスターっぽくない？さっき仲間になったやつ。ちょっと待って。メニューで、身支度で、シルク。あ、こいつシスターだね。危ねえ。シスターが被るとこだった。じゃあそうすると、ちょっとこうやって後で置いとこう。まあ、ロビンをアーチャーにするか、じゃあ。てか弓は弓一緒にくれんのかな。弓持ってるね。俺に務まるかな。お、新しい武器が使えるようになった。使えるようになったって。新しいスキル、弓射程プラス1。いいね。射程プラス1はでかいぞ。で、グレイどうしよっかな。ソルジャーはだってあいつがソルジャーだからな。傭兵にする。金で雇われ、戦場を渡り歩く戦いのプロフェッショナル。金なんて払わないぞお前に。こいつ機動力ありそうだよね。ソシアルナイト、そうだよね。ムーブがめちゃあるしな。ただな、こいつスピードがめちゃ速いな。どうしようかな。ディフェンスが上がるのか、攻撃力上がるのか、全然いないね。でも傭兵、傭兵もな、結構俺の中では魅力なんだよな。傭兵にしよう。金の亡者が。まあせいぜい頑張るけどよ。で、エフィじゃあペガサスナイトにしようか。移動力があるから。これソシアルナイト強えな。ただいや、ペガサスナイトにしよう。なんか一気に戦力が整った感じがするけど。馬がついてくるところがすごいよね。
力でアルマの役に立てるといいな。やり。よし。あとミラの歯車って何？過去を覗くことができます。ユニット同士の会話を見ることができます。アミーボを使って遊ぶことができます。あ、なんかこれはサブ的なやつかな。ミラの歯車が反応しないですが、過去を覗くものがないのか。じゃあ、ちょっとここまで来たから一旦セーブだけして、で、あれ、なんかあと奥があるよ。ダンジョンに入りますか。はい。え、まだ奥あるの。何これ。なんかゲロ吐いてるよ、ゲロ。ゲロマンが2人いるよ、ゲロマンが。まあ一応調べられるけど、ちょっと待ってね、ここら辺を一応調べておいて、じゃあちょゲロマン調べる。速さの水が湧いています。誰に飲ませますか。あー、スピードが1上がるのか。スピードはね、このゲーム結構重要だからね。スピードが高いと多分2回行動ができるし、基本的にはもう主人公を鍛えていきたいんだけどな。ルカとかめっちゃ遅いな。どうしようかな。やっぱまあちょっと主人公に飲ませよう。本当に飲ませますか。はい。はい、そうか、1上がった。こっちはヒットポイントの水か。まあ、ヒットポイントもね、死ぬと終わりだからね、とりあえずアルムに飲ませよう。あれ、これ何、どんだけ上げられんの。あれ、両方いけるぞ。まあ、速さ、まあ、速さ重要だから。ああ、枯れてしまった。まあ、そりゃそうだよね、永遠に上げられるわけないからね。これここで終わりかな。あ、人がいる。エフィ。アルム、戦いにはもう慣れた？そう。アルムは昔から勇ましかったもんね。覚えてる？昔森で騎士たちに絡まれた時のこと。あの時アルムが助けに来てくれて、まるで王子様みたいだった。照れないで、本当のことだもん。あの時もその前からもずっと。アルムは私の王子様なんだよ。そう、マイセンじいさんに言ってくれよ。町の学校が戦争で休みになって村に帰ってきた時は、くだらない寮生活から解放されてのんびりできると思ったけど、やっぱり村の中にいたらわからないことばかりだね。学校は楽しくなかったのかって。勉強以外は地獄みたいなところだよ。四六時中誰かしらベタベタかまってくるしさ。なんであんなに群れたがるんだろう。子供じゃあるまいし。何笑ってるんだよ。なるほどね。じゃあ移動で戻るのか。さっきの盗賊どもはどこへ行ったんだ。どっか消えたのかな。この薪とかって割れないよね。だいたい取ったかな。破壊の限りは尽くしたかな。あれ、復活してる。あれ、また出てきたよ。これ何、どんだけ拾えんの。むしろこっち盗賊だよね、マジ盗賊だよ。よし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 、いいね。なぜかまた手に入れられる。略奪できるものは略奪する。それがアルムだ、略奪の王。樽とか欲しいんだけどな。あっち側はもう多分ないから、草もね、何気に枯れるからね。おお、これで一応あれか、終わったよっていうセーブか。
はい、というところで、じゃあ盗賊の祠が終わりましたので、今回はこれで終了したいと思います。まあ無事クラスチェンジもできたので、次の戦いがまあちょっと楽しみですね。で、あと鉄の剣ってさ、アイテムで持たないといけないの？なんか装備みたいなのはないのかな。じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。